皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2024年のアニメシリーズ、ターミネーターゼロ。現代、ターミネーターズヒーロー。1話が約30分で全8話。主な声の出演は、園谷水野、ロザリオ・ドーソン、キモシー・オリファント、など。科学者のマルコムはスカイネットに対抗する、新たな AI、心の研究をしていた。だが彼を抹殺してシステムの完成を止めるべく、未来からターミネーターが襲来。同じ頃人間側レジスタンスのエイクもタイムスリップしてくる。というストーリー。パラレルワールドの日本が舞台のシリーズ初のアニメ作品。これまで何度も描かれたジョン・コナーが絡むものとは全く違う切り口なのが新鮮。前半は過去作品の焼き直しに思えて退屈だが、後半は独自の世界観が展開されてが全面白くなる。派手なアクションだけでなく、作品設定を消化して、本質に迫ろうとする話は見応えあり。ということで、評価は。Thumbs up.